週刊文春に明智名家のことが記事になっていました。紀子様と明智名様は1985年に学習院に入学されて、翌年の6月には明智名様が目白の交差点でプロポーズをしたようです。まあそういう意味では学生の頃にプロポーズということで、眞子さんと同じなんですね。明智名様と紀子様は結婚前に2人だけが読めるように英語や中国語やタイ語とかで手紙のやり取りをしていたようです。結婚して新婚の時も明智名様は紀子様のことを中国語でシャオチーと呼んでいて、可愛い紀子ちゃんという意味だったようです。子供ができてから子育ても美智子様がお子様に使わせていたものと同じものを買われて、美智子様の子育て同様に布おむつを使用していたようです。まあおむつまで真似しなくていいと思うんですけどね。ちなみに子供の頃にお子様に礼儀作法や言葉遣いを担当していた学習院初等課長は、他の宮家は礼儀作法を教えてほしいとお願いされてきたようですが、紀子様からは依頼されなかったようです。まあここで礼儀とか教わっていたら元婚約者に対してもあんな対応はできませんでしたよね。ちなみに明智名様も本当は学習院でない大学に行きたかったようです。ちなみに眞子さんが国際基督教大学へ行かれたのには高校の時の家庭教師にあるようです。この女性が国際基督教大学出身の女性で影響を受けたようです。この女性は海外ミュージシャンやコンサートスタッフの通訳とかで活躍をしていて、憧れとかがあったのかもしれません。ただこの女性を紹介したのは明智名家の宮内庁職員だったようです。この宮内庁職員も国際基督教大学の出身だったようで、この家庭教師から国際基督教大学の話を聞いて憧れて入学したのかもしれません。それにしてもやはり宮内庁職員はキリスト教の人が今でも多いのかもしれませんね。この女性は佳子様がレスター大学に留学するときにも準備とかで手伝っていたようです。佳子様が国際キリスト教大学に行くきっかけも、まずは中学校の時にフィギュアスケートに打ち込まれていたようですが、怪我をされたこともあって危ないからと紀子様に反対をされてやめたようです。それでそこからはダンスに熱中されたようです。高校の文化祭では KYS というグループで、佳子様はセクシーな腰振りが魅力とメンバー紹介されたようです。まあ当然こういった行為も紀子様から反対されたようです。意外なことに明智名家の中では紀子様が一番空気を読むことができるようです。世間からの批判を感じ取ったり、美智子様からお叱りを受けるのではないかとか気にされていて、佳子様と衝突されていたようです。それで佳子様はやることなすこと否定されるから、皇族は自由もないし人権もないから早くここから抜け出したいと漏らされたようです。まあそれはいいことですね。女性名家が最悪できる前には早く出ていってもらいたいですね。ちなみに佳子様は紀子様に言われてダンスを偽装引退されていたようですが、学習院に行かれてからはダンススクールに参加を希望されたようです。ただ警備の都合や人間関係の悩みがあって断念されたようです。ただその頃に眞子さんに誘われて国際基督教大学のダンスサークルの練習に参加をしたり、民間のダンススクールにも入会したようです。まあ自由にさせすぎたんでしょうね。紀子様との仲は良くなかったですが、会話はできていたようですね。ただ小室圭の婚約内定報道で金銭トラブルが出てからはかなり衝突が激しくなったようです。これが全ての誤算だったようです。実は美智子様が退位される前に紀子様は頑張っていらっしゃるとお褒めの言葉をもらっていて、赤十字の名誉総裁を退任するにあたって名誉総裁は高校しかできないのでしょうかと尋ねたことがあったようです。それで赤十字側も本来ならば次は雅子様ですが、紀子様を後見したいんだなと受け止めていたようです。ただ美智子様が赤十字の名誉総裁を退任されたのは眞子さんの結婚延期報道があって3ヶ月後だったようです。赤十字大会で大会される時には後任に雅子様を紹介されたようです。紀子様も後任を引き継げると思っていただけにショックだったようです。ちなみに悠仁様の教育にしても紀子様は帝王学を学ばせたいから学習院を考えられているようです。ただ明智名様は学習院に行かしたくなかったのに行かされたり、帝王教育はする必要ないと考えられているようです。ちなみに公務で電車に乗るときに天皇陛下や皇后様は電車から沿道に立っている人がいたら手を振られたりするんですが、秋篠様は電車に乗るとすぐに出てしまうようです。久人様も秋篠様の性格を受け継いでいるようで、紀子様が伝統でこうするものなのよと言ってもなんでと言って明確な回答がなければ言うことを聞かずに、いつも紀子様が負けてしまうようです。愛子様とは育ち方が大違いですね。愛子様は中学生の頃もいろいろ心配されていましたが、もう一人で大丈夫だから今度はお母様が外国訪問行けるように私が支えると言われたようです。こういったことから愛子様が天皇にふさわしいという声が高まっていますが、久人様を東大に行かせることで愛子様よりも優秀だと持っていこうという気持ちがあるのかもしれませんね。筑波大学附属高校も進学先の候補になっていますが、実はこの学校である変化が起きているようです。今年の9月頃から大規模な改修工事が行われているようです。工事は来週春までには終わらせるようです。まさに質
最初様のためだけに行われている可能性があるわけですね。それで教職員や生徒たちの間では久々様が来るのではないかと暗黙の認識になっているようです。実は久々様がお茶の水幼稚園に入られる時も同じようなことがあったようです。園庭も土からウレタン舗装に変える工事が行われていたようです。学習院はそもそも皇族のための学校なのにお茶の水を選ばれたわけですね。秋締め様はいつも自由に育ちたいと言われていましたが、強制的にお茶の水に通わしているわけですね。3歳の子供が自分の意思でこの幼稚園に行きたいとかはならないですよね。実はお茶の水に行かれた理由として、この時期に紀子様はお茶の水の名誉特別研究員として心理学の研究をされていたようです。そして悠仁様の入園の前に特別入園制度を作りました。それは大学にとってどうしても必要な教員や研究者が子育てや子供の進学を理由に退職をしてしまうということを防ぐ制度のようです。この制度の第一号として悠仁様がお茶の水幼稚園に入園をされたようです。つまり一言で言えば裏口入学ですね。お茶の水では当初反対する声が多かったようです。当然これまで皇族なんて教えてきたことがなかったし、もしものことがあったら責任が取れませんよね。警備の面でもそうだし、いろいろと反対があったようですが、これは秋締め様の意向もあるようですね。秋締め様は当時学習院大学に行くことを反対していたようですが、上皇様に説得をされて学習院に行かれたようです。だから子供には逆に学習院に行かしたくないのかもしれませんね。まあ筑波大附属高校なんて言ったらついていけないでしょうね。また裏口で東大のルートを作らないといけなくなりますからね。佳子様も学習院大学で佳子様のための学科を新設されましたよね。小室圭の就職を忖度とかで痛い目見たのに全然懲りてないですね。もしかすると小室圭も最初は普通に英語もできるし海の王子で問題ないかと思ってアナウンススクールに行かしたりとか、 UCLA の留学とか三菱 UFJ 銀行の就職を忖度したり、奥の総合法律事務所の忖度までしたんですかね。結婚年期が2018年の2月だけども、その頃には一橋大学も卒業する頃で、ここで本当は別れさせたいと思っていたのかもしれません。それでしばらく時間を置いたら別れるだろうとフォーダム大学の支援まではしたのかもしれません。ただ眞子さんの気持ちが変わらずに、予想外で結婚を許す結果になってしまったんですかね。まあ眞子さんが妊娠していたことが決め手だったのか理由はわからないですけどね。もう小室圭が彼氏だった頃からいろいろと忖度が行われてたはずだから、この皇室特権がないか過去10年間の会計監査を行って、この疑惑の説明会見を行ってもらいたいですね。小室圭は今も就職先にほとんど顔を出さずにリモート勤務がメインと言われていますよね。新人でリモートで何ができるんでしょうね。リモートで雑用って何をするんでしょうね。まあ小室圭に事務所をうろちょろされたら顔の威圧感で落ち着かないから困るということで、リモートでと言われているのかもしれませんね。それに録音男のことも知られているだろうし、上司にはよくできていますよと報告だけを入れて家でじっとしてもらう方が仕事がやりやすいのかもしれません。そもそも履歴書に虚偽が満載なのを知っていて、訂正しまくっているのに雇い続ける理由は、日本政府からか三井不動産経由で仕事がもらえるから雇っているだけというのが丸わかりですからね。まあ小室圭はいろいろと忖度のやりすぎでボロが出まくりで、いろんなとこから捜査の手が伸びているようですけどね。まずは法律事務所からお金をもらいながら、マーティン奨学金の不正受給だし、一橋大学院は法学部でもないから、フォーダム大学の LLM コースには行けませんからね。さらに、一橋大学院に行く資格がないことも判明しましたよね。まあ国際系卒業大学も卒業していないという話もあるし、フォーダム大学の不正に関しては、アメリカ放送協会にクレームが殺到しているようで、フォーダム大学側がピンチになっていますよね。その証拠に、サンドラー法律事務所の小室圭の経歴に、フォーダム大学でのマーティン奨学金全額免除が記載されてないんですよね。学歴や受賞歴を盛りたがる小室圭がマーティン奨学金全額免除を記載しないわけがないですからね。フォーダム大学で過去最高の人物としてこれまでなかった奨学金全額免除を獲得したわけですからね。もうさすがにこれだけ忖度で悪さをしていたら、いくらバレないように頑張っても無理がありますよね。やはり逮捕されるのも時間の問題でしょう。まあまずは証拠が十分揃っている小室佳代さんから逮捕してもらいたいですね。あなたは何人逮捕されると思いますか？皆さんはどう感じましたか？このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えておこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。